塩チャンネル始まるよ。はい、こんにちは、塩さんでございます。今日はの第2回目の、講座ということで、今日は、具体的にこう全体としてどんな流れでこのオンラインスクールで、動画作りができるようになっていくことを学んでいくのかというところを、その背景も含めてお話をさせていただきます。で、この、オンラインスクール、自分でお店の YouTube 動画を作ろうは実は5つのステップで、成長を目指していきます。で、なぜ5つのステップで成長を目指していくのかというところですが、これはですね、やはりこうこの成長をしっかりと持続してやり遂げていくというところに向けては、やはりこの段階というところがあるんですね。で、この段階というところを知ってこれ続けていかないと、実は動画というところをしっかり作って成果につなげていくということが実は難しいんです。で、なぜ難しいのかというと、実はこの YouTube の動画というところで、非常に大事になってくるものはですね、やはり継続というところになってきます。で、継続というのは何かというと、一度作ったら終わりではないということですね。一度作ったらスタートであって、そしてそこからやはり定期的に動画を通じてお店の魅力を発信し続けるということができるようになるということが大事になってきます。で、これなんで大事になってくるのかというと、やはり一度上げた情報というのは時間が経てば経つほど古くなってくるというところもありますし、お客様はやはり活発に活動しているということが伝わるお店というところに行きたくなる。で、もう一つはこれ時代背景的なものとして、この SNS としてのこの YouTube や Facebook などが伸びている一つの理由としては、やはり頑張っている人を応援したいというこの文化が実はいろんな国で起こってきているというところがあります。で、これは実はスマートフォンが登場したことによって一番これ変わったお客様の現実というところでもあると思っています。で、それぐらいに実はこの SNS というところの本質、そしてその中にある動画というところのプロモーションのこの YouTube の本質というところをしっかりと理解をしていただいて、そこにちゃんと向き合えるということを、できる、その心構え、そして技術というところをしっかり時間をかけて身につけていくということが大事であるというふうに捉えております。で、そのためこのオンラインスクールでは、しっかりと時間をかけながら今、このやるべきこととして5つのステップというところをしっかりと踏んで、そしてこの5つのステップを乗り越えた後には、あなたのお店の YouTube 動画というものがちゃんとできて、そしてそれがたくさんの人に見られているというところをぜひ一緒に作っていくことができればと考えております。では、じゃあ5つのステップ、どんなステップでいくのかというところを見ていきましょう。はい、全体ではこんな感じでございます。はい、まず上から順番にお話ししていきますと、1つ目がまず、動画作りを自分でできるということが、求められているという、この動画作りができるようになる、仕組みを知るというところで、この動画作りをなぜできるようになる必要があるのかというところを知っていただくというところの、まさにこのお客様の、変化ですね、ここを知っていただいて、そこと動画の関係、これをしっかりと掴んでいただく、さらには集客の関係を掴んでいただくというところが、これファーストステップであります。二つ目が、この良い動画で、じゃあどういう動画なのかということで、良い動画とは何かを知るということ、これを二つ目の、ステップとして置いております。で、この二つ目のステップでは、良い動画というところをいろんな事例をもとに、
見ていって比べていただいて、自分たちでなぜそれがいいと感じるのかというところも含めて、見極めながら皆さんが作るべき動画というのはどういう動画なのかというところを、見つけていっていただく、そういう時間を用意しております。で、3番目のステップは、動画を実際に作ってみようというステップであります。いよいよ動画を作っていくというところです。で、この動画を作っていくというところで、またこれ大事になってくる部分としては、最初からすごい動画であったりとか、自分がいいと思った動画そのものが作れるようになる必要はないということですね。で、ここにもやはりステップというものがあるので、この細かいステップを踏んでいきながら、ちょっとずつちょっとずつ動画を作れるようになっていく。最初は短い動画かもしれない。この短い動画が、終わった時にはもう10分、20分、30分、そういう動画になるかもしれないというぐらい、動画を実際にアップしてみる。で、これは YouTube にアップするということですね。で、YouTube に動画をアップするということはどんなことなのかということですね。で、そしてどんな風にアップをしていったら、よりたくさんの人に見てもらえる可能性が高まってくるのかというところも含めて、ここで学んでいって、少しずつこの自信をつけていっていただくというステージになっています。で、この動画のアップに慣れてきたら、最後のステップとして、あなたのお店の YouTube チャンネルを作るという、このステップに進んでいきたいと思っています。で、YouTube チャンネルを作り上げると、まさに実はそこが本当の意味でのスタートラインというところになりますので、このスタートとしての YouTube チャンネルをどのように運用していったら成果が出る、つまり売上アップにつながったり、スタッフの採用育成につながったり、そういう風な動画になってくるのかというところをしっかりと学んでできるようになって、実際に成果を残していくというところを作っていけるようになっていただきたいと考えております。ということで、最後まとめてもう一度お話ししますと、まず一つ目はですね、動画を自分で作ることができるようになる仕組みを知るという、そして二つ目が、いい動画とは何かを知ると、そして三番目のステップが実際に動画を作ってみよう、四番目は動画をアップしてみよう、五番目はYouTube チャンネルを作ってみようというこの5つのステップで進んでいきますので、ぜひこの5つのステップそれぞれの鍵をしっかりと掴んでいただいて、ぜひあなたのお店の納得できる、そして成果につながる YouTube チャンネルを一緒に作っていきたいと考えております。今日は以上であります。ありがとうございました。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろう始まります。今 YouTube でお店を PR したいが、何から始めていいのか分からなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り、自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。僕は飲食店応援ブログを毎日2480日間6年半更新しております。こちらもぜひご覧ください。バイバーイ。